じゃあ早速事前の打ち合わせの方を始めていきたいんですけれども、はい、お願いします。今回ご希望のプランを教えてください。メモリアルヌードフォトプランっていうやつなんですけど、はい、メモリアルヌードフォトプラン、はい、なぜそのプランを選ぼうと思ったんですか？なんか雑誌とかにいろいろ載ってるの見てね、いいなって話してて、うん、今妊活中なんですけど、やっぱり子供とか妊娠してお腹大きくなったりすると跡が残ったりするじゃないですか。でそれの前に綺麗な体のうちに2人でね残しておこうかなっていうのを考えて今回お願いしました。旦那様から1個提案があったお話でお伺いしてます。今回のことに関して。聞いてないです。何？一個旦那様から提案がありまして、はい、旦那様奥様のことがすごいお美しくてすごくスタイルが綺麗自慢の妻だっていうふうに僕お話をお伺いしたんですが、うん、そんなこと言ったの？実はね、その際にその奥様のありのままの姿、綺麗なお姿を残す際に自分が一緒に写ってたら自分の体に自信がないと、だらしがないと、うん、僕じゃない方がいいんじゃないか。いやいやいや、そんなことないよ。いや、なんか相談してたんですか？結構肌白いんで、だから色黒の筋肉質な人が一緒に行った方がよりなんかいい写真が映えそうな気がしてたんで。いや、そんなよ。奥様の白くお美しい肌がより際立つように、自分じゃなく引き締まった黒い色の下、弊社モデル様々いらっしゃいまして、うんうんうん、そういうモデルと一緒に撮った方が奥様の美しさがより際立つんじゃないかと。奥様の美しさを残したい、奥様のためにっていうので旦那様一緒に撮りたいっていうお話あったんですが、そういう方がいいんじゃないかっていう相談を受けたんですが。そうなの？うん。あ、じゃあ撮らない、私だけってことですよね。まあ、旦那様と、まあ、うちのカメラマン、うん。